コマール型ミサイル艇は、ソビエト、ロシア海軍のミサイル艇である。ソ連海軍の第一世代ミサイル艇であり、また、世界初のミサイル艇でもある。コマール型は、NATO コードネームであり、ソ連海軍の計画名は183、R 型小型ミサイル艇である。本型は、先行して整備された183型魚雷艇の、魚雷装備を、 艦対艦ミサイル装備に換装したものであり、共通の木星船体を有する。183型魚雷艇は、5 3 3トル魚雷発射艦2機を、主兵装として622隻が建造され、1950年代を通じて沿岸警備に使用された。1956年に、対艦ミサイルという新しい種類の兵器として、P-15、テルミートが、 実用化されるとともに、これを183型魚雷艇の船体に搭載して、ミサイル艇を開発することが決定された。まず、1956年にプロトタイプとして 183E 型が開発され、1957年10月より試験に入った。 続いて1959年より量産型の 183R 型が建造され始め、1965年までに110隻が建造された。ただし、ソ連沿岸での運用には線形箇所であったことから、配備はより大型の大阪型ミサイル艇に移行し、本型は70隻以上が海外の同盟国に売却あるいは譲渡された。これらのうち、 エジプト海軍に配備されたコマール型ミサイル艇が初の実戦を経験することとなった。1967年10月21日、ポートサイド港に停泊した艇隊がエジプト沖で紹介中であったイスラエル海軍の Z9 駆逐艦エーラートに向けて1時間半を置いて2発ずつ、計4発の P-15 ミサイルを発射して、うち3発が命中した。これは、 本型として初であるばかりでなく、対艦ミサイルとして、世界初の戦果であり、エーラート事件として知られている。この事件は、西側諸国に対して、ソ連の対艦ミサイル脅威の深刻さを印象づけることとなり、ヨーロッパでは、ペンギンやエグゾセなど、同種の兵器の開発が加速され、アメリカでもヨーロッパに遅れて、ハーブーンの計画を具体化するとともに、ファランクス CIWS など、 対抗策の開発に着手した。開発はいずれも1960年代初頭には着手されており、実用化の目とも立っていたが、エーラート事件以後、より多くの資源を投入して配備が急がれることとなった。ありがとうございます。